皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京日本橋株都庁内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部高文化さんです。高さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります。はい。中国本土市場の CSI300 指数は昨日4月16日の終値が 3511.12 ポイントでして、先月15日の終値に比べ月間で 1.65% 安と小幅に売られました。はい。一方、香港市場のハンセン指数は昨日4月16日の終値が 16,248.97 ポイントでして、こちらは先月15日の終値に比べ月間で 2.82% 安と月足ベースで中国本土市場とともに売られました。はい。それでは直近の動きについて解説をお願いします。はい。まずこちらの CSI300 株価指数の動きをご覧ください。前回紹介しました通り、3月に入りますと本土市場は上昇トレンド入りする格好が続き、同月上旬の半ばまで連日上昇しました。旧正月休暇中の中国本土での消費拡大の活況や耐久消費財の買い替え需要の喚起など、政府による景気対策などが材料視されたためです。加えまして、中国が今年の成長目標を 5% 前後と設定したことも好感されました。その後は若干の利食い売りの調整を経て、8日から20日まで指数が総じて顕著に推移しました。海外投資マネーの流入に加えまして、同期中に発表された中国1、2月の工業生産などの経済指標の上振れが好感されました。さらに株式市場への追加支援材料としては、政府系ファンドの中国株買いの拡大や中国証券管理当局のトップ交代、高速取引などによる空売り規制の強化など、本土相場の下落に歯止めをかけることに政府が本腰を入れていることも挙げられます。しかし指数は21日に再び失速しますと、27日にかけて下げ幅を拡大しました。その背景には IT や半導体などの分野における米中対立激化に加えまして、中国70都市の新築住宅価格は2月に59都市が前月比で下落したことも嫌気され、地合いは再び悪化しました。一方、3月28日に指数は大幅に反発し、4月1日まで3営業日続伸しました。その背景には官民発表の3月の中国製造業 PMI がいずれも市場予想を超えたことが好感され、株価上昇の支援材料となりました。ちなみに CSI300 指数の3月の月間上昇率が 0.61%でした。しかし本土市場は4月2日から12日にかけて再度大きく調整し、指数が7営業日続落したことで3600ポイント近辺から約120ポイントも下落しました。翌15日に割安感から一旦反発しましたけれども、昨日は大幅に反落しました。その背景としては、格付け会社フィッチによる中国格付け見通しの引き下げや、中国の3月 CPI の下振れが嫌気されました。反面、1、3月の GDP の上振れがありましたけれども、不動産統計の持続的悪化に加えまして、3月の生産消費統計の下振れが相場の重しとなりました。はい、わかりました。では続いて香港市場はどのような動きだったでしょうか。はい、こちらはハンセン指数の動きです。前回紹介しました通り、香港市場は3月8日から12日まで急ピーチで上昇しました結果、5日移動平均線は100日移動平均線を上回りました。
その背景には政府による株価対策強化や同時期の A 株市場の上昇、中国本土から投資マネーの流入に加えまして、金融当局が預金準備率を今後さらに引き下げる余地があると示唆したことも好感されました。しかし翌13日から3月下旬の半ば頃まで大幅に調整しました。途中では21日にアメリカ利下げ観測が支えに、ハンセン指数は一度大幅に上昇しましたけれども、その後は再度冴えない展開となりました。 TikTok 規制法案の米会員可決やファーウェイ供給網への制裁観測などに伴う米中対立懸念などが利益確定の材料でした。このほか人民元の先安化に伴う資金流出懸念も相場の重しとなりました。一方、不動産向けの相次ぐ支援策や中国の景況感改善などを手がかりに、指数は28日に反発し、4月2日まで続伸しました。ちなみにハンセン指数の3月の月間上昇率が 0.18% でした。4月3日以降はご覧の通り一定のスピード調整を経て、8日から3日続伸しました。中国の経済対策や企業業績への期待感などが支えとなり、香港市場は幅広い銘柄が買い戻されました。しかし節目の1万7000ポイント台にたどりますと上値が重く、翌11日から昨日までハンセン指数は4営業日続落しました。その背景には本土市場の株価調整に加えまして、アメリカ CPI 上振れに伴う米利下げ期待の後退や中東情勢の緊迫化、中国の不動産不況の深刻化と3月の消費低迷、公共生産の下振れなどが嫌気されました。はい、わかりました。以上、直近の中国株式市場の動きについての解説でした。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。今回はどんな話になりますか？はい、この度は注目される中国不動産業界の債務問題の第11弾を紹介しようと思います。はい、このコーナーで、今回は前回に続き中国の不動産危機脱出について、第2の打開策、すなわち早期制改革を説明いたします。はい、中国はこうした目前の不動産危機を今後再度引き起こさないようにするため、不動産市場向けの早期制改革が不可欠になるだろうと考えております。はい、いわゆる早期制改革の構想とは、既存の住宅市場を保証制住宅市場、商品化住宅市場と二分化しまして、中国不動産市場における住宅分野の二重制度を構築する試案です。このテーマの中身が多いため、今回はその第一部分、すなわち新時代を迎え、土地財政への過度依存から少しずつ脱却することについて説明しようと考えております。はい、わかりました。はい、ちなみにここで触れました土地財政という言葉ですけれども、コウさんが、はい、今年の3月6日にこの番組で、はい、中国の第一次不動産改革を紹介した際に説明していただきました。政府による土地使用権の払い下げ、これと関係のある用語になるんでしょうか？そうですね、もうちょっと厳密に言えば土地財政は、中国の地方政府による、土地使用権の払い下げ、と、直結の関係ある言葉だと考えております。はい、土地財政は中国の、地方政府の、地方政府の調達手段ですけれども、これについては、後ほど詳しくいたします、説明いたし、はい、
説明します。はい、分かりました、はい、また最近中国不動産不況の背景に関する報道では、はい、中国が主に土地財政に依存してこれまでの経済成長を遂げてきたという指摘がありました、はい、実際これは多くの地方政府が土地財政の過度な依存によりそれぞれの経済成長を達成していたに過ぎないというふうに考えてよろしいんでしょうか。そうですね、こうした成長モデルはしばしば、中国不動産市場の高不況にさらされるとの弱点がありますので、はい、まあ、これについては、次のスライドをご覧ください。前回、紹介しました通り、国際通貨基金 IMF が中国政府に対し、不動産不況の改善策について、3つの条件を提しました。すなわち、一つは供給側の面で、厳重な問題を抱えた、開発者を即座に排除すべきことです。二つ目は需要側の面で、住宅購入者に対する、ローン利用制限を緩和すべきことです。三つ目は、不動産取引市場の面で、住宅販売価格の設定に関する規制を緩和する必要があることです。はい、一方中国政府は上記の提案1、2を、受け入れ始めましたけれども、提案3がまだ採用されていないと見られます。うん、その原因は次のようになるだろうと考えております。まずは不動産問題が深刻化になる中、取引円滑化などを図るための、提案3を実施しますと、現状では新築住宅の価格急落をもたらす可能性が高いからです。さらに不動産危機が長引く中、万が一こうした市場下落のモメンタムが止まらなくなりますと、住宅価格の崩壊につながり、不動産業は一層の不況の悪循環に陥る可能性が十分にあります。そうなれば社会的不安と金融不安が高まるほか、各地方政府を中心とする急速な財務悪化も不可避になるだろうと考えております。はい、なるほど。さらにそのご説明にありました、中国不動産市場の低迷に伴った地方政府の財政悪化、はい、こちらも主な原因は土地財政の過度な依存ということなんでしょうか。そうですね、これについては次のスライドをご覧ください。はい、いわゆる土地財政とは、中国で、土地使用権の譲渡収入が、地方政府の重要な財源になっていることですね。ヨーロッパ系、格付け会社フィッチはアジア時間の今月10日、中国の信用格付けを、シングル A プラスに据え置いた一方、格付け、見通しを安定的からネガティブに、下げたと発表。その理由としては主に2つあり、1つはここ数年にわたる巨額の財政赤字と政府債務の増大が中国の財政面でのリスクを増やしたこと、2つ目は中国の不動産依存の経済成長パターンから政府が期待している持続可能な新成長モデルへの移行過程で、マクロの経済面で不確実性の増大に直面しており、向こう数年間も債務増加傾向が維持されようですね。はい、はい、中国はこうした土地財政の過度な依存から少しずつ脱却するためにどのような改革が必要でしょうか。はい、そうですね、これについては私はこのコーナーの冒頭で、紹介しました。早期性、改革が必要だと考えております。はい、具体的には次のスライドをご覧ください。先月6日に説明したように、住宅は 中国人にとって6つの財布の総動員で得た人生最大の買い物です。そして住宅は居住用の実用性があるほか、高額の特殊商品としてほとんどが多額の住宅ローンにも組んでいることなどから、投資金融の属性も持っております。はい、当局は同2つの属性を踏まえまして、総規制改革を検討している模様です。
すなわち国内の住宅市場を二分化しまして、一つは中低所得者向けの保障性住宅市場を構築することです。同市場において住宅の実用性に基づく、住宅は住むためのものであり投機対象ではないという政府の従来主張に従って運営する構えだろうと見ております。反面もう一つは高所得者富裕層に向けた制限なしの商品化住宅市場の構築です。この市場では住宅は住むためのものでもあり投資投機の対象でもあるという住宅商品の金融投資の属性を踏まえまして、土地取引の円滑化などを含む不動産市場の活性化と土地財政の健全化などを図ります。はい、わかりました。今回は中国の不動産業界の債務問題第11弾としてお話をいただきました。それでは今日はこのあたりで失礼します。高さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。